ダンクシュン。ベアトリクス・アメルハウザーと申します。やあ、日本の文化、京都、藤山、さないのですけれど、どうか私とお魚たちも生き残った最後の寿司職人を。ダンクシュン。もう終わりです。不安はできるかどうかじゃ。いったー、持ってない寿司最高。とても美味しい。私今さ侮れません。僕の悩みよね。持ってきただろうか。これが温泉、つまり走る刀がありません。この予選の中に自噴するの。私も温泉に浸かりたかった。